たか。ちょっと見ますね。ネックレスとか、ネックレスとかがいいかもな。ネックレスとか結構格好つけだから、ネックレスとかどう？かっこいい帽子買ったよ、キフミヤの。とか言いながらちょっとフェードアウトするっていう。どうこの感じ。こう退散していくっていうね。うん、自然な感じで。よくやる。気まずいよね。で、話しかけてくるとなんか、もう買わなきゃいけないみたいになっちゃうじゃん。あんま話しかけないでほしいわ。うん。困るんだよ、話しかけられると。うん、そっと見たいよね。だってあの見るって半ば買わない可能性が多いでしょ、見るのってね。買わない可能性があるから、高いから。仲良くなってもね、店員さんと。これ生配信で見てもいいですか？ダメです。うちはちょっとダメ、はい、あの商品しか映さないですけど。あのうち撮影自体撮影ダメなんだ。はい、すいません。装飾品のお店ね。うん、ダメか。多分これ喫煙所だと思う。これ置いてあるよ、喫煙所じゃない。14人用かな、わからん。まあ、帽子だけでもいい。これ結構なもんじゃない。財布とか。痛い痛い。まあ帽子だけでも十分か。持ち出し。これ俺に似合うのかな。俺はまあ似合うと思うけど、ひぐみ屋の帽子。ラッパーみたい。俺はラッパーでも、アッパラッパッパラッパー。カミカミなんだけど、カミカミ。何なの、その政治が3万使ったマウント。何意味が分かる。金使えば勝ちみたいな。何それ。八王子さんってその分かんないと思うんだけどね。気持ちだよね。ガチャ行かない？ガチャのコーナー。あ、そうじゃん。2000円ガチャで当たったのプレゼントでよくない？どう？ね、2000円ガチャで当てたやつ、それあげようよ。そしたら一石二鳥じゃん。で、数珠ももう手いっぱいつけさせようよ。Yeah.
金無駄って言ってるやつ、まあ俺稼いでるじゃん配信で、私利私欲に使うよりは配信にこうやって使った方がいいと思うで。うん、自分基準で考えない。これ配信に使うお金全く無駄だと思わない。いくらでも使うよ。使うならいいやんね。だってナイスの賞金とかも出てるしね。自分基準で考えるとこれは無駄だわな。今日はたこ焼き食べたいかも。たこ焼き、肺の病気や可能性もある。なおなら怖い。この痛みが1ヶ月続くと、あの大きい病院行って CT 受けなきゃいけない。肺がんかもしれない。ガチャやる場所ってアメ村じゃない、リスナーさん。どこだっけ。やっぱたこ焼きがいいな。三万さ、日本橋、それってあの近いところ。切れしてたね、格闘技の時もね。なんかツナちゃんはもうとりあえず置いとこうよ今日は。なんでツナちゃん一緒にそうやってさせるの。自分で食えるでしょ。やめてそういうリスナー、もうあんま持ち出してこないで、ね、一人でいる時も。あ、甲賀流ね。歩くと30分かかる。じゃあでもあのグリコから近かった気がするよ。違うの、ガチャやるとこ近くにあるんじゃないの。心斎橋の方か。心斎橋の方ってことでしょ、今日は。違う、日本橋の方。ね、俺前どこでやってたっけ。でもあれグリコの方だと思うけど、心斎橋の方。心斎橋行けばいいよ。虫かな、聞いてるんだけど。これあのガチャをやりたいんだよ。2000円ガチャとかね。それどこなのって聞いてるんだけど。
日本橋の小田ロード、心斎橋の小田ロード、どっちなんですか？日本橋って、あのグリコ近い？趣味はな、ぶち殺すとてめえ、本当に。人が聞いてることに答えろよ。なんで一方的に聞いてくるの？勝手なコメントするの。もう本当ムカつく。会話できないやつって。イベント開始と言えるか NG、 はい、345もう NG ちょっと入れるか、会話できないやついらないから。あとはなんでグリコ離れてる？この前ガチャしたとこってグリコ近かったじゃん。そこを聞いてるんだよ。あの辺の通りラーメン食ったりしたでしょ。あそこどこなの？釣り堀行ったり。会話がマジで通じない。じゃあ道頓堀、そこ行きゃいいじゃん。なんで他のとこ行かせようとする？やめてやん。歩いて行けるっちゃ行けるか。あと1キロ歩いて、まあ歩いても変わらん。こうやって食べたいな。でも日本橋行った方がすごいガチャがあるのかな。すごいガチャってやっぱ景品がすごいってこと。たこ焼きガチャってあるの？たこ焼き屋にガチャがある。日本橋行ってこうかな。日本橋行ってみようかな、ガチャ。小田ロード店。ガチャあるけど普通の100円200円のやつだよこれ。いかついやつないでね。小田ロードいっぱいガチャあるけど、いかついやつあるの？あ、政治たちはオタロードでやってたんだ。焼き屋が近くにある。
よし、ガチャで当てるぞ。八王子の誕生日。火薬のね、いや俺もそう思うけど、絶縁しちゃってるからね、タピオカドリンク飲もうかな。黒ごまミルクオーレうまそう。どうしよう、黒ごまミルクオーレ。まあやめようか。観光バス。あ、ハチありがとう。ありがとうね。センキュー。つか、アメ村ってなんでこんな同じような服ばっか売ってんだろう。この古着っぽいさ。なんか服の聖地じゃん、似たようなお店ばっかりじゃない、ね、これがなんか大阪は流行ってるの、こういうのが好きなの。なんでこう似たり寄ったりのこのなんか古着っていうか B 系みたいな、古着の街だから。でもこういう店を出すってことは流行ってないと出せないよね。逆になんか普通のっぽい店を出せばいいんじゃないの、観光客向けなんだ、ね、観光客は買うんだ。ダメカジ知らん。全くわからん俺は。昔から多いんだね。普通にユニクロとかの方がいいと思っちゃう。ユニクロとかの方が、まだこれも古着屋だわ。好きな人いるの？安いってこと？分からんな。ちょっと古着の良さが分からん俺は。ナイスありがとう。一着3万そのヴィンテージものとかでしょ。分からんな。まあ価値観人それぞれだからね。価値観って。試合もあるし、ちょっと歩かないとね。体力作りしないと。
いやもうトツって気分じゃないな、一人がいいな今日は。焼肉、今日何食べよう。いやいや女は新品の方が価値高いでしょね。やりまんよりはね、処女の方がいいんじゃない。どう、そういうのは価値高いと思うけど、だから女の子は自分で自分の価値下げないようにしない。やりまんで自分で価値下げてるよね。まあ言わなきゃいいんだろうけどね、出会った時に。まあでもちょっと無理があるよね、ふわちとかもね。言わなきゃわからないのもわかると思うけど大体、無理してやらなくていいよね、無理して。男はやりちんでも問題ないです、男は、むしろ女経験豊かな方がいいです、男はね、女の扱い分かってるから、男はそうだよ。女でもやりたくてやる子もいるけど、もう自分を必要とされたくてもうやるしかないんだよ、多分。男、あれね、女は。これは何だ、焼き鳥、焼き鳥店か。負けるなよって言われてもね、俺はね、まあ、勝つつもりでいるけど、なかなかね、リスナーの気持ちもあるからね、とりあえず外配信しとく、外配信。押してきた、ファンタスティック、それでしょ、ちーちゃんナイス、センキュー。急に始まるから、よしよし、オッケーオッケー、びっくりした。こういう感じでいいんだよ、こう勝ってほしいなっていう人投げてくれるじゃん。これみんなどこまで来た？あのなんか商店街みたいなとこ行きたいんだけど、商店街みたいなところ、つないないよ、商店街左、左方向。左に曲がって、グリコの中、商店街がない、商店街。でもさ、あのスイッチとかさ、当たっても喜ばないしな。景品で何が喜ぶんだろう。
ぶっちゃけ。ちょ景品見ないとね、先に。よりこ喜びそうなやつ当てないとな。リラクゼーション、シャワー無料、30分3000円。リラクゼーションって何？リラクゼーション。人気アロマオイルマッサージ30分3000円。仮眠 OK。安くない？人気アロママス。嘘でしょ、ファンタスティックアヤス、ちーちゃん。ありがとうね。しゃあ。Thank you。あ、メガホンまだ貯めといて。どこ行くぞ、ガチャ行く。この辺ってこと？ここって渡れる？渡れない。メガホン溜まったの？溜まってないでしょ、全然。先月のね、あれだからね、溜まってないでしょ。30個でしょ。どっちの方、道頓堀の方行こうかな。お、3個選球。いいっすよ。右へ。案外さ、タクシー乗るより歩いた方が早いんじゃない？どう？ちょっとした距離だったら。歩いた方が良くない？なんか歩いた方が楽しいな。はい、ナイスもお願いします。ね、2ヶ月投げてるもんね、メガホン。これまた並んでるわ。あ、5個投げ選球。無料ありがとう。また出たよ、10円パン。いつも並んでる。そんなうまい？不思議でならないね。10円パン出た出た。なんでこんな並んでるの？謎いよな。ちょっと気になる。な、何がこんなに人気あるの？話題だけ？チュルスが人気あるのこれ。チョコチュルス。ああ、あれだわ。気になる。あれだね。うん、あれあれ。チュルスで、ソフトクリームとでオレオがあって、後ろにチュルスがある。え、大玉チーズ。こっちか。並んでるで。見たい。みんな並ぶ？